形綺麗じゃない。なんでこうやってこんなになる？なんかあげてほしい。置き出すのはかなり違うかも。違うね。置いたってサッカーの方がいいね。いや、どうなんやろ。よくわからん。人気の種類メットアトロック。ギーム、スピードに。なにこれ？よくさえ買うのがじゃん。人気なしね。ママ、はい、あげる。なに？差し入れ。いらんし。頑張れ、ババ。誰がババアとか言うの？しません。ハルくんのライブだって知らん。クラムでは男女コンビで落としたら出てこないやつ、血の指とか。これ怖いよな、こけたら怖いけど、うん、これじゃなくてこうついちゃうやつの方がいい。知らない。原付けるおせっか大変そう。これ誰か乗ってたよ、この前。そこで侵入しません。パパがちょっとな。3万ぐらい。3、4。ジェラートの角刈りの人、先生が家庭訪問に来たらお父さんかと思ったらしいって。とか、後ろに映っちゃうのが赤ちゃんがなんか会議中に映ったみたいなとか、それは実はお父さんとか。お世話に免許出す。そうなんだ。ジェラートの角刈りの人は若い頃割と行くの。電動キックボードの方がいいよな。まあ、芸人のために。いい、これでいいよ。すげえ。セグウェイで通学しません。送りの人がいくらですね。レースに行った年。これでいいよ。取られそう。でも、うん、教室まで持ってっていいですか。スケボーで通学します。これブレーキ点検とかあるよ。自転車扱い。そう、違うの。ダメやろ。止まれ。え、だってダメやろ。だってあれとかなんか20キロ以下でどのやつ免許。そうなんや。お菓子は順番に叩き取るんで、全部取ったら次の人もなくなるからさ。うん、スケボーとか、やっぱ屋根があるやつじゃないといけんけど、トゥクトゥクやな。トゥクトゥクしかねえな。バンバン乗ってる人多い。日常点検しないといけない。靴にローラついてるのは買えば楽しそう。溶ける。小学生が入っちゃうんだ。無理。あれめっちゃさ欲しがっちゃったな。欲しがっちゃって。でもすぐ禁止になったやん。あの、さやはがな、持っちゃったやん。最近ずっと貸してもらえた。本当に？うん。そんなの初めて聞いた。え、知らんかったの。さやはがずっと乗っちゃってさ、最近それで営業したいみたいな感じでさやはにずっと貸してもらっちゃった。靴を？最悪やん。キックボードの方がいいな。ゲンタ若い頃かっこいい人多いね。まっちゃんとかめっちゃかっこいい。え、そんなかっこいい。将来どこに住みたいですか？うわ、目付けの三輪車嫌です。それか竹馬無理。ホワイフライ。ホワイホワイ。アイスローラーがついてる。パパはニューギニア。違う。可愛い。ありがとうございます。もうホッピングで帰って疲れる。外で子供がスイートして、それが禁止になったよな。アッサン貼ってる。ありがとうございます。そうスーパーにな。危ないけど、ローラースルー5号で通学。何それ。ハワイです。ハワイ言葉もお金がないとダメ。危なかったね。じゃあママおっぱりでいい。コケローラー楽しい。今コケかけたやろう。どうせ今コケかけたやろう。どうせ。なんで2枚を着ちゃうの、あんた。ローラーがへこむやつ持ってないよ。英語喋れないよ。もう逆に転がりながら行った方が早いんじゃない。怪我する。じゃあママさん好きなしたら若い頃めっちゃかっこいい。尖っちゃう。尖ってたらなんか目がもう、この前出てたら目がシューやったな。こうで可愛い。みんなさ、おった。今来た。お腹かなり楽になった。なんかここ残っちゃうもん。こっちです。シュウマイちゃんがみんなにあげたいぐらい。
メルカリで腐るバナナマンの日村昔やすくて歯がガチャガチャやった、そうやったな、そーっとついこの前みたいな、今日今日か、ママ心配しなくても星さんは T シャツ読まないと上に見ないそのせいで人がいないくらい、そうなの、なんでそんな貴重なの、そう変なあだ名つけられそうだけど、いや、エビは入ってないけど、入ってない、入ったらびっくりくらい、びっくりするくらいさ、あーそうだな、もったいないけど、はかんだよ、どうする、アイスとか、あんた肉寿司が出るで、いやろ、ちゃんとめちゃくアリスの好きなキャラ、そうだ、そうだ、今日この人肉寿司も食べちゃうけど、好きなキャラ、マジでなさめない、嘘つかん、好きな曲はもう一つしかないやん、小さな違うやろ、筋肉を触らせてよやろ、うん、そうそう、グレーに入ったことある、ここ最近で、では明日の各地の天気です、ちっちゃい頃よく吐きよったけど、絶対もうさ、大田切りとかでも吐きたくない人やったよね、また九州も夜になると雨の降るところがあり、食っとるやん、何食べたっけ朝から、キムチ鍋から始まって、キムチ雑炊食べて5度近くまで上がるでしょう、週間予報、バームクーヘン食べてコーヒー飲んで、コーヒー飲んでその後ソフト、アールグレイソフト食べて、肉寿司食べ て、なんかかまぼこみたいな、卵、かまぼこ、エビかまぼこみたいな、こんなやつ、甘エビ、新庄みたいな、そうそう、とそれ半分ずつ食べて、で肉まんと、かまそばと、厚揚げ、シューマイ、ちょっと。小学でやってるけど、それじゃそれをやってみようかとは思わない。キャー！キャベツのつけ物。恐ろしい。そこらしい。バームクーヘンとか忘れちゃった。びっくりするぐらいだ。食べてないなんて、なんで嘘ついた。そんな食べてないの、小さい忘れちゃったの、ところどころ、イギリスに今日だけでかなり食べてる、でも結構これぐらい、日曜とかは食べるな、思ったより食べてる、58分、俺もそんなに、ありがとうございます、そんなに食えない、下から出すもの出さないとすっきりし、そうだよな、ちょっと太り出すかも、太らん太らん、にも肉寿司って牛肉巻かれて、肉寿司じゃないわ、逆にそんなに食べれるの、すごい、時間が空いたら食べれる、上の成長が止まると横に成長します、今の中どんくらいないどういうこと、あ、それもう時間気にする必要なかったんや、ワルキューは誰が歌ってるのが好きなのかな、本人、オリー大好き、チュッチュ、おちゅり、またプートらしい、ありがとうございます、だけど星さんマジで寒がり、あ、寒がりやけん、でもなんで T シャツばっかそんなに着るな、ヒートテックとか着てくればいいよな、緑すぎてもいいんで、お腹の出具合は、はい、でもさ、食べたらいつも出るけんさ、お腹の出具合はいつも通りで、手が邪魔、あ、出ちょる、出ちょる、出ちょる、まあ、おちさんよりはマシ、おちさんの普段よりはマシ、8時になるねって目安に20時かけない方がスッキリする、その1個やったらもう時間が遅くなるけんさ、もう苦しいなら楽になった時間です、ここ、うん、そうやな、だいぶ感情が下がったしていきます、13番ヒトさんありがとうございます、ニアナさんありがとうございます、事情のペースありがとうございます、イケパさんありがとうございます、キュッパンさんありがとうございます、スーさんありがとうございます、ナイバシさんありがとうございます、おちさんありがとうございます、ごいちょんぴさんありがとうございます、インキさんありがとうございます、みつぼちぼちさんありがとうございます、ニロブリさんありがとうございます、そしてチーはトルブルブルテレンアースさんです、ありがとうございます、アースさんって初見って書いてる、そうだよ、どうしたわからん、でもめっちゃ馴染んじゃう、ほっこりじゃないね、ほっこりで、明日から運動すれば大丈夫、そう学校行くけん、うん、札幌一番にそらめん食べません、リロミステスの名前はリス、じゃあ大丈夫か、生かすとかもないないです、アスさんハートありがとうございます、一夜スタンプチブチブチ、最近リネは高速ダンジョンやめた、高速言い過ぎかな、すいませんお忙しいところ、そうなん、大丈夫
やめたんや。オイルに出てないから大丈夫。よかった。アースさんぼちぼち、ラブレさんハートありがとうございます。試験でこの量は変な人やな。そうやな、だいぶ。ラブレさんハートありがとうございます。ちょうどウーバー届いたらカフェラテとサンドイッチ夜そんな見るより少ないよ。アーノさんは細いと見た。サンプル1枚1000円出してね。食べんわニャポちゃん。ねえ、高速ショック。またね、またね。アミちゃんありがとう。アミちゃんおったん？うん。